から国際経済外交に関する調査会を開会いたします委員の移動についてご報告いたします去る6日下野六太君宮口春子君及び森谷博史君が委員を辞任されその補欠として宮崎雅君尾沼匠君尾野田紀美君が選任されました国際経済外交に関する調査を議題といたします 本日は最終報告書を取りまとめるにあたり、これまでの調査を踏まえ、海を通じて世界と共に生きる日本について、委員間の意見交換を行います。意見交換はあらかじめ発言者を定めずに行います。まず、大会派順に各会派1名ずつ指名し、その後は会派に関わらず、ご発言いただけるよう整理してまいりたいと存じます。発言を希望される方は挙手の上、会長の指名を受けてからご発言いただくようにお願いいたします。またできるだけ多くの委員が発言の機会を得られますように、発委員の発言は、 1> お一人5分程度となるようにご協力をお願いいたします。なお、発言は着席のままで結構です。それでは発言のある方は挙手をお願いをいたします。朝日